3、はい、鳥の木からお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは株式会社ソルクス代表取締役榎木の子さんです。榎木の子です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ご職業は、イラストレーター、デザイナー、プランナーをやっております。はい、ということで今日はお名札、いつもこの半分サイズなんですけど、はい、大きいサイズでこちら榎木の子さんが描かれました。かわいい、ありがとうございます。そんなわけでこれあれですか、はい、自分でこれは何だっけ、何キャラクターなんだっけ。これは会社のマスコットキャラクターで、ゴーちゃんとポチくんって言います。はい、ゴーちゃんとポチくんです。ポチくん、はい、この二人は兄弟なんですよ。ポチくんここにいました、はい、はい、モンスターの兄弟です。モンスター兄弟なんだって、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そんな榎木の子さんにどんなお仕事をしているのかというところも含めてですね、社長さんですからね、はい、3つのキーワードで伺ってまいります。今日ご用意いたしました3つのキーワード、こちらになります。じゃーん、どーん。萌えキャラのボトル米、始まりは同人サークル、産業を作ることが大切だと思う。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はい、初めに、はい、どんな活動をしているのっていうところを伺っていきたいと思うんですけれども、はい、お仕事、もう一度、イラストレーター、はい、デザイナー、プランナー、プランナー、はいはい、ということで、はい、中心に中心にやってるんですよね。はい、で、株式会社ソルクスさんっていう会社を立ち上げて、いつ頃立ち上げたんですか。去年の、うん、2013年の5月20日に立ち上げました。うん、5月20日っていうのは、うん、まあ後から話が出てくるんですけど、うん、GoTo ゼロスタートっていう意味合いがあって、はい、ちゃんと引っ掛けてるな。なるほど、こだわってます。こだわってます。もうすぐ1年ということなんですけど、はい、このソルクスさんのお仕事として、はい、こだわっていることっていうか、どういうことをされているのかをちょっとざっくり教えていただけますか。Adobe のイラストレーターというソフトを使って、うん、萌えキャラクターを描くというような感じのことをやってるんですけど、はい、例えば、はい、本当にいる人をそれを、まあ、萌えキャラクターとしてデザインしてほしいといったような方に答えたりとか、キャラクターデザインをやったりとかっていうことですね。はい、農業とイラストをどう関わらせるかとか、IT とイラストをどういうふうに関わらせるかっていうような感じのことをやったりとかしてます。そうなんですね。農業とイラスト、はい、IT とイラスト、なんかちょっとピンとこないんですけれどもね。はい、例えばというところで分かりやすい例を一つ教えていただければと思います。そうですね、今、昨年の、札幌市で行われたクリエイティブビジネスコンペっていうものがあったんですけども、はい、その時にこちら の、うん、ボトル米を、はいはい、こちらですね、こちらです、はい、はい、ボトル米を提案したところ、うん、優秀賞と北海道経済産業局長賞というのをいただきまして、うん、はい、これはどういうものなのかというものなんですけども、はい、ボトル米とは、はい、まあ、2号サイズのボトルに、はい、うん、はい、2号サイズのボトルに、うん、無洗米を入れて、で、すぐに炊けるようにしようというものですね。あ、はいはい、はい、まあ、3ステップでザッと入れて、うん、パッと水を入れてピッと押したらもう、うん、ご飯が炊けるよっていう。いいですね。無洗米出た時、私、はい、なんて物臭なって最初言ってたんですけど、あるいは東京の友達が言うにはですね、はい、東京の友達やっぱりお水が悪いところの人は、ミネラルウォーターでご飯炊くんだって。あ、はい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 、ミネラルウォーターでご飯炊くから研ぐ水もったいないから無洗米入れて、はい、ミネラルウォーター入れて炊くっていうのがすごくいいとか、あとはキャンプの時いいとか、はい、語らないで水をそのまま持っていけるはい、っていうので聞きましたよ。これ大層いいそうですね。はい、ありがとうございます。これポイントとしましては、この2号もそういうわけで便利っていうのもある、お米がね、はい、便利っていうのもあるんだけど、この萌えキャラがついていると。あ、はい、このキャラクターなんですけど、はい、実はバックナンバーで結城さんって、うん、愛の餅を引いた方がいらっしゃったんですけど、出てる出てる方と、まあ、お話しする機会がありまして、はい、でその時に愛のモチーフにして、もっとこうキャラクターデザインだったりとか、うん、まあ、アニメーションだったりとかっていうのをもっとみんなにやってほしいっていう風な話をさせていただいて、
でそれでじゃあ夢ピリカっていうのは、うん、ピリカがアイヌ語で可愛いとか元気とかっていう意味があるので、はいはい、これをうまく利用してアイヌのキャラクターを使ってボトル米として出したらいいんじゃないか、そしたらあもっとアイヌのことも、うん、外に出していけるし、みんなに知ってもらえるし、お米も食べてもらえるしっていうことができるんじゃないかっていうことを、なるほど、はい、じゃあもっとお米食べようだけじゃない、はい、そういうアニメサブカル的なアニメをもっと PR 外出していこうっていう、でと同時にアイヌの文化も知ってもらうみたいな、そうですすごいです、深いですとなると本当にこうアピールする場所は、はい、国内だけじゃないかもしれませんね。そうですね、うん、一応その、まあ、TPP 問題とかそういう風な感じのことがあってお米っていうのは、うん、まあ、難しいところだと思うんですけども、まあ、萌えキャラにしたっていうのは、はい、そういう風な、まあ、海外進出っていうのも考えて、うん、そういう風なデザインにしました。そうですよ、はい、バックナンバーで北ロリさんが出た時も言ってましたけれども、はい、日本が世界に誇る文化ですって言ってました。そうですよそうなんですよね、はい、だからこういう萌えキャラとかこういうのって本当に海外の人に受けがよくって、はい、あれね、お米、日本のお米を食べたい人というよりも、うん、萌えキャラが可愛いって言って買う人多いかもね、海外だと。いると思いますし、はい、やっぱり海外ってことを意識してますか？はい、意識してますね。会社の名前もそうなんですけど、うん、ソルクスっていう風な名前は、それは海外でスペイン語なんですけど、スペイン語は世界で一番使われてる言葉で、うん、でソルは太陽、太陽神って意味があって、 XS は未知数の人って意味があって、あで、まあ、太陽のように輝ける未知数の人の集まりになろうっていうふうな意味合いで、はい、何年も元から海外路線でやってます。うん、そうですね、アメリカ、ヨーロッパもそうですけれども、アジア圏の人もそうですね、すごくこういう萌えキャラ大好きな人多いもんね。そうなんですよね、うん、クールジャパンの、うん、の可愛いっていうものが好きな、まあ、Facebook のページがあるんですけど、はい、そこの、まあ、リサーチというか、どこの国が一番いいにしてたかっていう風な情報を、まあ、教えていただいたんですけど、それでアジアがトップで、はい、そうですね、うん、バングラディッシュとか、なんかもう全然アメリカとかちょろっとしかいないみたいな、マレーシアとか、そういう風な感じでしたね。お米県の国の方々に萌えキャラ付きのお米をお土産に買ってってほしいね。買ってってほしいですね。で、日本の美味しいお水と一緒にセットする。そうだそうだ。うん、はい。札幌の時計台の絵のついた札幌の水と一緒にセットで買ってほしいね。いいですね。なんかラベルのちょっと端っこに時計台もちょっと入れたりとかして。そうだそうだ。本当そうですね。うん、なんか夢広がるね。夢広がりますね。夢ピリカだけになんて。ですね。確かにそうですね。確かに。ね、素敵です。こういうことをね、そういうビジネスコンテストに出して実際そういうに評価を受けまして、はい、そして会社にしていくわけなんですけれども、はい、では会社立ち上げまでの話を2つ目のキーワードで伺っていきたいと思います。はい、2つ目こちらです。じゃん。